多摩センター駅。多摩センター駅は、東京都多摩市落合一丁目にある、京王電鉄、小田急電鉄、多摩都下のレールの駅である。事業者により正式名称は異なるが、いずれも近接しており、相互乗り換え駅として案内されている。本校ではこれらを総括して詳述する。開発以前における駅の設置箇所周辺は、南多摩郡玉村大技落合に属し、下落合。 産後下、中沢、中組といった小技の丘陵地や粒に集落が点在する順農村だったところである。その野部に沿って玉川に曽祖ぐこった川が大きく蛇行して流れていたが、土地区画整理事業による開発が行われ、この川を水はけの大きい直線上に改修し、同時に並行する幹線道路が新設された。そして元来起伏があった地形に霧土で所要の広さの 平地を造成し、そこに駅が建設された。また、当地が多摩ニュータウンの業務、商業地区として、都市センター地区に位置づけられたことから、京王帝都電鉄、当時と小田急電鉄の両社は、当地を通るルートで新線の事業工事認可を取得し、二路線が、当駅に乗り入れることになった。多摩ニュータウン開発は、東隣の長山駅周辺の巣は、長山地区から始められ、 そこでの第一次入居が行われる1971年に、京王、小田急の新線開通の照準が合わせられた。しかし新線工事は、初藩の事情で大幅に遅れることとなり、途中の長山駅までは1974年6月に、小田急が先行動したが、逆に、多摩センター駅までは、小田急の工事が約1年遅れ、京王の方が、同年10月に開業することとなった。 一方、2000年に同駅へ乗り入れた多摩都市モノレールは、当地が東京圏の広域的な連携、交流の拠点として、東京構想2000の中で各都市の心に位置づけられているため、多摩地域の南北間の円滑なアクセスを担う、新しい公共交通機関として開通した。駅南側が多摩ニュータウンの都市センター地区として位置づけられ、複合した、 都市機能を有する商業、業務、文化的中心地であることから、中央の英語訳である、摩センターとなる。多摩センターと称する機関や施設があるわけではない。計画段階の仮称、多摩中央とも関係している、下記参照。駅名は同一場所に位置する場合、同一名称にするのが一般的で親切であるが、京王及び小田急は、 同時期に開業した長山駅と同様に両線が同じ新宿駅を起点とするため乗客の故乗車と不正乗車を防止する目的からあえて会社名を冠した京王多摩センター駅及び小田急多摩センター駅として明確に区別することとなった。また、多摩都市モノレールに関しては新宿駅を経由せず、また開業当時にはすでに自動改札機が普及していた。 ことにより前日の心配が不要となり、単なる多摩センター駅となっている。これら3駅及び地域は、利用者や住民に多摩線及び多摩線の愛称で呼ばれることもあり、鉄道事業者側も、京王多摩センター SC のオープン時の広告のキャッチコピーに使用していい。なお、京王及び小田急の駅建設計画時の仮称は、多摩中央であった。開業前、 車両の行き先表示装置内に、玉中央の表示を用意していた事実があるほか、名称に、玉中央駅を含む施設もわずかながら存在する。京王小田急玉センター駅は、双方が別々の3層のコンクリートラーメン高架橋構造の建造物で、3層目に、プラットホーム、2層目に駅舎と店舗があり、平行に隣接して配置され、ほぼ一体化して立っている。 また、二層目のコンコースは、南側で、歩車分離をした街づくりの基軸となる、ペデストリアンデッキとバスターミナルに直結し、一層目の、開花は、店舗とタクシー乗り場、駐車場などに利用されている。京王の中央口改札と小田急の西口改札は、同一通路上にあり、京王小田急間の乗り換えは、長山駅と共に便利である。一方、 多摩都市モノレールの多摩センター駅は都道町田、日野線の上空に建造されているため、京王、小田急の両駅とは約200メートルほど離れており、ペデストリアンデッキで接続されている。もともと暫定で建っていた建物を解体した後地に連絡通路を建設したため、屋根がない。モノレール駅よりに数十メートル分あった屋根も商業施設の建設工事に伴い骨組みを、 残し撤去されている。右天時には、ペデストリアンデッキ下のバスターミナルを経由すれば、屋根のない部分の距離は少なくなるが、上下の移動を要する階段がある。島式ホーム2面4線を有する高架駅である。現行のダイヤでは、相模原線の中で唯一各駅停車などが、特急、準特急、急行の待ち合わせを行う駅である。 プラットフォームには開設当初から8両編成分の上屋とエスカレーター設備の準備工事が施されていたが、その後数回のリニューアルで10両編成分の上屋と上り下りの両エスカレーター及びエレーターが設置された。なお、当初設けられたエレベーターはラッチ外に通じていたため、身体障害者専用の特殊な使い方がされていた。また、東改札口が新設され、 その後においても、駅と無室の位置が、改札口の北側に改装されている。なお、当駅が、始発、終着駅であった時期は上り方に、両あたりの分岐器があり、3.4番線のみが、乗用されていた。南大沢延伸後は、西側の橋本側に引き上げ線が設備され、折り返し運転に利用されている。また、かつては、 小田急多摩センター駅とホームの番号が連番になっていた。重量編成一本の夜間大白が設定されている最終となる京王多摩センター泊まりの区間急行が到着後留置され、翌朝京王多摩センター始発の特急と休日は確定、新宿行きとして運転される。島式ホーム2面2線を有する高架駅。元来は、 島式ホーム2面4線の構造であるが、開業当初は副本線には、軌道は設置されておらず、2面2線のみ使用していた。その後、車両留置線の確保のために1985年3月10日より、上下線とも副本線の使用を開始し、2面4線の、構内配線となった。また、延長線上も引上げ線として整備され、長い間列車の発着や、 改装列車の留置などにも使われていた。その後、1990年に多摩ニュータウンから木田地区の入居開始に合わせ、多摩線はから木田駅まで延長され、当駅は終点でなくなると同時に、から木田駅に車両基地が新設されたため、当駅製方の渡り線や副本線であった側線の必要性が薄弱となり、2006年5月頃から、小メンテナンスの目的から、 使用中止、同年5月19日20日に、それぞれ1.4番ホーム側が閉鎖され、7月までにホーム片面に安全柵が設置された。そして2007年2月に1.4番ホームへ至る。線路が本線2.3番ホームと完全に分断され、ポイントが撤去され、同年9月2日には、従来の2番ホームが1番ホーム、3番ホームが2番ホームと、 なり、停車場から、停留場扱いになったのを機に、信号の取り扱いも変更され、進入する電車は速度を落とさなくなった。なお、閉鎖された、副本線側ホームの線路は残っている。同時に、信号所も閉鎖された。リニューアル工事後は、先の京王と同様に東口が新設されるとともに、エスカレーターやエレベーターが設置された。また、 駅高架建物南面の風防壁がガラススクリーンに改装されている。2008年度末から改札ラッチ内とプラットフォームで乗客案内用の発射表の使用が開始されている。各駅の案内サイン等で使用される当駅名のローマ字表記は時期によって異なり、小田急摩センター、小田急摩センター、小田急摩センター、最新のいずれかとなってる。 2013年12月頃、駅名標が LED 化され、多摩線内2駅目の新型駅名標化になった。なお、田急多摩線は JR 相模原駅を経由して、上溝駅に至るルートが交通政策審議会の具体的なプロジェクトについての検討結果に取り上げられ、相模原市が延伸の促進を重点プロジェクトに受け付けている。 2018年3月ダイヤ改正から新宿直通の急行、当駅始発の通勤急行が運行される。相対式ホームに面2線を有する道路上に構築された公開機で玉物レール線の終点駅である。駅番号は TT01 地上及びペデストリアンデッキの高さから上部の駅舎建物には階段の他にエスカレーターとエレベーターが通じ完全に バリアフリー化されている。上北台方の上下線間に、モノレール特有の両渡りポイントが設置されている。駅の外観は、蒸気機関車の動輪をイメージしたデザインであり、そのデザインを施した部分の窓の内側が、エスカレーターの部分になっている。多摩ニュータウンの中心に新たに誕生した車輪をイメージしデザインされた駅として、2000年に関東の駅100選に選定された。 駅の北側で、京王相模原線と小田急多摩線を越えるが、高架の両線のさらに上を通る関係で、地上からの高さが最も高い駅となっている。多摩モレールは、東駅より先、町田駅、八王子駅方面への延伸が、東京都による時期整備路線、導入空間の確保に着手すべき路線とされているため、将来中間駅になる可能性がある。 2013年に町田市は多摩都市モノレール町田方面延伸協議会を設立し町田市として延伸を推進している。なお町田方面へはすでに多摩市内と町田市内の一部区間で導入空間の確保がされている。多摩センター駅勤務管理所の所在駅であり甲州街道当駅間を管理している。 多摩センター駅の利用者数は周辺の住宅開発、特に多摩ニュータウン開発や業務施設、商業施設等の進出に比例する形で増加してきているが、下表にある通り当初からの乗降者数を比較すると圧倒的に慶応の方が多かった。この現象は慶応が開通時から新宿方面への都心直通列車を主体に運行し利便性で比較にならない。 優位性を示していたのに、対、小田急が、町田方面からの需要逼迫から、小田原線への直通列車が運行されず、新百合ヶ丘止まりの各駅停車主体のダイヤ運行に終始していたためである。その後、小田急が、小田原線への直通運転を開始して、都心方面への新たな直結ルートが成立したことや、玉都市モノレールの開通で、小田急沿線から、 立川方面への新たなルートが成立したことにより、相互間の乗り換え利用客が発生したこと、小田急の複々線化が進捗し、都心方面への所要時間が短縮したこと、多摩線の運賃を値下げしたことなどで、現在は小田急の利用者が、京王の半分程度の数字まで追い上げる結果となっている。一方の京王も対抗する形で、新宿橋本間を結ぶ無料の特急、 二代目及び、準特急を、運行開始した。それまで最短時間で、都心方面に向かうには、途中の調布での乗り換えが必要だったが、これにより乗り換えなしで、新宿京王玉センター間の日中所要時間は29分から31分程度となった。さらに小田急でも代々木上原登戸間の、福々線化完成に伴う2018年3月の、ダイヤ改正により、 通勤急行及び快速急行の運行が開始され、新宿小田急多摩センター間の所要時間は最短3分になる予定である。東京都は多摩ニュータウンを各都市としており、その業務、商業市街地地区の一つである多摩センター駅周辺は東京都の都心東京電地区に位置づけられている。また、首都圏基本計画では多摩市が 業務各都市と位置づけられ、その中で多摩センター駅周辺は業務施設集積地区として位置づけられている。どちらも多摩センター地区として多摩センター駅を中心とした多摩市落合、鶴巻、散歩下、あたごの各一部が区域に定められ、地区の北側は八王子市との境界になっている。近年では業務施設の進出が活発で2007年に ティアック本社と CSK、現 SC、SCSK、トマセンターオフィス、2009年に、樹木本社、2010年には、野村総合研究所東京第一センター、東京都民銀行研修センターが竣工した。このほか2018年までに、ティスとハセコーコーポレーションのオフィスビルが竣工する、予定である。また、大型商業施設は2005年に、ワーナー・マイカル・シネマズ、 現、イオンシネマが2006年に、ザダイソーの大型店舗、2015年現在、東京都で4番目の規模、2008年に、多摩中央公園に隣接して、クロスガーデン多摩が開業した。行政施設としては、多摩市役所多摩センター駅出張所、東京法務局多摩出張所、多摩中央警察署、多摩消防署多摩センター出張所、多摩郵便局、 東京都住宅供給公社多玉窓口などがあり、文化施設としては、複合文化施設パルテノン玉や玉美術、大学美術館のほか、屋内型テーマパークのサンリオピューロランドが、国内外から多くの観光客を集めている。2007年現在、多摩市内の商業集積地の年間商品販売額において、多摩センター駅周辺、33、 14100万円は、多摩市で最大の成績桜川丘駅周辺、47、61200万円に次ぐ規模である。鎌池和馬のライトノベル作品、とある魔術の禁書目録及び、とある科学の超伝時法では、多摩センター駅前の風景が、学園都市として多く登場することから、多摩市ではこれにあやかり、とあるアニメの学園都市化計画を展開しており、 実際の地図にアニメの画像をリンクさせた限定非売品のマップ、学園都市広域詳細地図の配布などのイベントが多センター駅前で実施された。実際に多摩センター駅周辺には大学が多く、中央大学、帝京大学、大美林大学、京泉女学園大学、国士館大学、東京医療学院大学などへスクールバスや路線バスが走っている。 多数の施設が集積しており、都市軸となり、駅からパルテノン多摩を直線で結ぶ歩行者、専用道路、パルテノン大通りを境に、南東、南西と分けた。駅の南側一帯が多摩ニュータウンの都市センターであり、多摩ニュータウンの中心として、また、周辺地域も含めた、広範囲のエリアに工事な都市機能を提供する、役割を担っている。 新住宅市街地開発事業による計画的な街並みで歩行者と車の通行を立体交差で隔離した歩車分離を基本とする歩行者専用道路を導入した独特の道路整備が行われている。駅北側は多摩土地区核整理事業によって整備され雑居ビルやマンションが立ち並んでいる。1987年昭和62年の施行計画第11回。 届け出で、多摩センター駅を中心とする商業、業務エリアと、その南西に隣接する未開発地区が多摩センター地区として設定され、未開発地区は集合住宅用地とされた。しかし、集合住宅用地となった未開発地区には、高層住宅の建設が計画されたものの、結局長らく開発されないまま残されることになった。未開発地区は、長年の間に、 幾度となく土地利用計画が変更されたが、最終的には2001年、平成13年に公団と多摩市により、多摩センター地区での住宅建設が同意され、この南西部の未開発地区に加え、駅前の一部用地に都市センター用地の重機能許容外区が設定された。これは商業、業務用地の一種であるが、店舗や事務所を併設すれば、マンションを建設できるものである。 これを受けて南西部の未開発地区では未整備だった歩行者専用道路が整備され、隣接する地区の歩行者専用道路や多摩センター駅前の歩行者デッキと接続された。歩行者専用道路と車道は立体交差になっているため、自宅から多摩センター駅前、公園や商業施設、学校などへ車道を一切横断することなく移動を可能にしている。 タマニュータウンでは新住宅市街地、開発事業区域全体にわたってこうした歩行者、専用道路が整備され安全だと評価されている。こうして2005年、平成17年入居の D ・グラフォート、タマセンターレンガ坂を皮切りにタマセンター地区での住宅供給が始まった。それまで分譲マンションをタマニュータウンで 主に供給してきた公団は、1999年、平成11年に、分譲事業から撤退していたため、多摩センター地区では、民間デベロッパーに土地を売却する形で、重供給が行われている。一方で民間が建設するマンションは、それまで多摩ニュータウンで建設されてきたものとは異なり、マンション敷地内に緑地が全く確保されていないと指摘されている。また、 日照を確保するために横に大きく広がった板状の高層マンションは圧迫感を与え、超高層の壁が建設されていると批判されている。駅前、南側ペデストリアンデッキ下部の1階にバスターミナルがあり、京王バス南、京王電鉄バス、神奈川中央交通、東京空港交通の4社の路線バスが乗り入れている。停留署名はいずれも多摩センター駅となっている。 この他に、京王バス南が運行している、多摩市ミニバスや深夜急行バス、新宿駅西口発橋本駅業もある。なお、多摩センター駅を開業した1974年の時点で、駅周辺は開発中であり、1976年には、駅降下に近接して、仮設のバス乗り場が設置されたのみで、現在の本格的なバスターミナルは存在していなかった。 多摩センター駅周辺におけるニュータウンの住宅開発は、落合、豊か岡、買取、あたご、松が、谷、鹿島の各住区で始まったが、いずれも駅から 2km 以上離れた遠い地点から建設を始めた経緯が、あ、住民の足にはバス路線網によるアクセスの整備が完用であった。また、各住区へ向かう正規の道路も完成されておらず、 た霊山系統豊たかが丘四丁目行を例にとると、現存しない多摩中央公園予定地、西側寄りの仮設道路から、現在の西落ち通りとなった道を経由して運行していた、数年の時期があった。また、2014年現在では当初とターミナルの運用が大きく異なっている。当初、中州部分に17.1819番のリバがあった。 ターミナルに入ってきたバスは2から13番のバスは、直進、17から19番のバスは、中須の手前を右折、中須を貫く、斜めの道路を通して合流、マグレブの前をターンして出口へと向かっていた。また、正面道路にも14.15番の乗り場があった。現在、七点一八十九番乗り場前は、路線バスが当初とは反対の向きで多数待機し、中州を貫く、 道路部分では主に空港連絡バスが出発時刻まで待機している。2014年時点でも各乗り場のバス停などは残されており、過去の運用状況が見受けられる。当駅は周辺の各住区や鉄道の駅とを結ぶバス路線網が充実し、羽田、成田の各空港への直通リムジンバスが運行されるなど、多摩地区において有数の重要なバスターミナルになっている。 16番乗り場の空港連絡バスは、京王バス南、南大沢営業所と東京空港交通が運行している。この2系統のみ、東バス定名は、京王多摩センター駅となっている。クリスマスの時期を含めた毎年冬に開催される、多摩センターイルミネーションは、多摩センター駅から多摩中央公園にかけて続く、パルテノン大通りに約40万球の電球が、 飾り付けで、玉センター駅前における一大イベントとして定着している。その中央に設置される、クリスマスツリーは本物で、多摩市の友好都市である、長野県富士見町から寄贈されたもみの木を使っている。また、サンリオピューローランドがこの地にあることにちなみ、運営するサンリオエンターテイメントの協賛で、サンリオキャラクターのライトバルーンが数箇所に設置される。主催としては、 タマセンターにある企業で構成するタマセンター地区連絡協議会や商工会議所などが毎年実行委員会を結成している。このイベントが開催されるきっかけは1990年、タマセンター駅前にサンタランドツリーが飾り付けられたことだった。ノルウェーのオスロからサンタランドとして認定された北海道の広町から 映像末の寄贈を受けた多摩市文化振興財団の主催事業として行われたものだった。これは1993年までの4年間続いたところで財団の財政事情から運営主体を玉センター地区連絡会、玉センター地区連絡協議会に変更することになった。引き継ぎにあたっては事業運営の見直しが行われ輸送費のかかる北海道からではなくこの時に 有効都市の長野県富士見町のもみきを使うことになった。こうしてこのイベントは1994年より多摩センタークリスマスファンタジーとして新たなスタートを切った。しかし1999年から2000年にかけては本物のツリーは使われずアートツリーと称した立体構造物が設置された。1999年はツリー上のテント被膜構造に 内側からカクテル照明を当てるレンボーツリーで2000年は成果をイメージしたライトバルーンだった。校舎については朝日新聞でソフトクリームタマセンターに異色のクリスマスツリーと取り上げられた。こうした異色のクリスマスツリーは評判が悪く昼間にはその存在が理解されないという意見が数多く寄せられたことで2001年からは 富士見町のモミの木を再び使うことになった。そしてこの時、商工会議所なども連携し、駅から多摩中央公園までを電飾で飾る多摩センターイルミネーションが始まったのである。その後、電飾を LED 化するなど省エネの取り組みが進められ、2012年現在、毎年期間中に約200万人が訪れるサンタまで有数のクリスマススポットになっている。 なお、開催地であるパルテノン大通りは歩行者専用道路で自動車が入ることができないため安心してイルミネーションを楽しめる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。